はい、皆さんこんにちは、しば時計です。今回ですね、久しぶりに SNS の写真募集企画をやっていきたいと思います。はい、まあ、何年か前にですねやっていた企画なんですけども、随分とやってなくてですね、この前オフ会でですね、とある方からあの企画やんないんですかっていう風に声かけていただいたので、あ、せっかくならね、あの久しぶりにやってみようかなと思いまして、今回ご案内をさせていただいております。こちらの企画はですね、テーマに沿った時計の写真を皆様に投稿していただきまして、それを私が動画の中で紹介をしていくという企画となっております。まあ、例えばテーマが初めての機械式時計とかだったら、皆さんの初めての機械式時計の写真とエピソードを SNS で投稿していただきまして、それを私が動画の中で紹介をしていく。何々さんはこういう時計を使っていて、こういう話があるんですねと、めっちゃええですねそれみたいな感じで、時計の写真とエピソードと、まあ私の一言をですね交えて紹介していくような企画となっております。はい、で今回のですね募集テーマとしましては、見せてあなたの夏時計ということで、この夏にですね活躍すること間違いなしのあなたにとっての夏時計を見せていただきたいと思います。まあ、例えば、まあ、暑い夏でもへっちゃら、やっぱ夏といえばダイバーズでしょうとか、まあ、暑いで噛んでやっぱこう爽やかで涼しげな文字盤がええがねみたいな感じでですね、あの皆さんにとってこの夏にですね活躍すること間違いなしの夏時計というものを投稿していただきたいと思います。投稿方法としましては、 X 旧 Twitter にですねハッシュタグ見せてあなたの夏時計というのをつけて写真を投稿していただきたいと思います。私の X の方でもあのハッシュタグ見せてあなたの夏時計というですねあの投稿させていただきますので、そのハッシュタグを押していただいて、そこからあの投稿していただければ、勝手にハッシュタグがついた状態でですね投稿できますので、そちらをですねご参照していただけたらと思います。写真と合わせてですね、そのお気に入りポイントであったり、何かエピソードがございましたら、そちらも、お書きいただければ、動画の中で紹介をさせていただきたいと思います。写真の枚数はですね、一つの投稿に対して4枚まで可能となっておりますので、まあ、お一人4枚までですね、投稿していただけたらと思います。X の方でですね、ハッシュタグつけて投稿していただいても構いませんし、まあ、ちょっとね他の方に見られるのが嫌だなとか、ちょっとめんどくさいなっていう方でありましたら、直接私に対してですね DM であの写真とエピソードなどですね送っていただくってのも可能となりますので、ハッシュタグをつけて投稿していただく、もしくは私に直接 DM を送っていただくっていうですね方法、2つの方法で、募集をしていきたいと思います。注意事項としましては、必ずですねあのご自分で撮影されたご自分の時計の写真をですねあの活用してください。あの勝手にねどっかから持ってきた写真とかなんか勝手に盗撮したような写真とかは使わないようにしてください。で2つ目にですね、写真の向きなんですけれども、横向きがですねあの動画の中では紹介しやすいので、できれば横向きの写真を投稿していただきたいと思います。そしてアカウント名もですね、投稿していただいた方として紹介を動画の中でさせていただきますので、もし名前をですね読まれたくないっていう方がいらっしゃいましたら、匿名希望などですねその旨記載していただければ、時計の写真とエピソードだけのですね紹介とさせていただきますので、その点も、ご注意いただければと思います。はい、で詳しいですね募集期間としましては、本日7月14日日曜日、本日7月14日日曜日から7月18日木曜日、7月18日木曜日までの期間の間で投稿していただいた写真に限ってですね、動画の中で紹介をさせていただきたいと思います。投稿していただいたですね写真に関しては、私が、その都度確認させていただいて、いいねとコメントをですねさせていただきますので、そちらの反応がございましたら募集完了の印とさせていただきます。なのでもしですねこの募集期間過ぎてもいいねコメントがなかった場合に関しましては、お手数ですが一言ですね、言っていただければ
確認させていただきますのでよろしくお願いいたします。はい、なので7月14日日曜日から7月18日木曜日までですね、各投稿を確認させていただいて、まあ、7月19日金曜日にですね、集計して動画作成、7月20日土曜日にですね動画投稿となっていきますので、19日金曜日のですね、うちに一言コメントいただければ確認をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。はい、ということで見せてあなたの夏時計ということで、この夏活躍すること間違いなしのですね皆さんの時計の写真をですねぜひ、X 旧 Twitter の方で投稿していただけたらと思います。はい、どれぐらいね写真が集まるかちょっとねまだ予想ができないんですけども、まあできればねたくさんの方に投稿していただければ、私の動画の中でもいっぱい紹介できますので、ぜひですね気軽にご参加していただけたらと思いますのでよろしくお願いいたします。何か不明点等ございましたらコメントで何か教えていただけたらと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、では失礼いたします。